皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科3分チェックプラスアルファ、この3分チェックという部分は3分で大切な言葉を覚えて、その後穴埋め問題でチェック、そしてプラスアルファ、これは最後に簡単な問題を解いてみると、こういう形になっています。今回は単子葉類と総子葉類の茎と葉の作りで6つの言葉を覚えていきます。では始めます。根から吸い上げた水や水に溶けた養分、これが通る管を導管と言います。葉で作られた栄養分が通る管、これが主管です。そして導管と主管、これが束になった部分があるんですけれど、この束になった部分を維管束と呼びます。この維管束を単子葉類と総子葉類、茎の部分で比べてみるとこのような絵になっていました。単子葉類は維管束がバラバラに散らばっています。それに対して総子葉類の維管束は輪のように並んだ、こういう形になっています。では葉の部分ですね。葉にある筋のようなもの、これを葉脈と言います。葉脈は葉の維管束です。同じように単子葉類と総子葉類比べてみます。単子葉類は葉にこの葉脈が平行に並んだような形になっています。これを平行脈と呼びます。これに対して総子葉類、葉に網の目のように並んだ形、こうなっています。これを網状脈と呼びます。もう一度確認すると、根から吸い上げた水や水に溶けた養分の通る管、これが導管と言います。葉で作られた栄養分が通る管、これが主管です。導管と主管が束になっている部分、これを維管束と言いました。この維管束を単子葉類と総子葉類比べると、茎の部分では単子葉類は維管束がバラバラに並んでいるのに対して、総子葉類は維管束が輪を描いたように並んでいます。葉の部分、ここにある筋のようなものを葉脈といって、同じように単子葉類と総子葉類を比べると、単子葉類の葉には平行に筋のように並んでいる、これを平行脈と呼んで、総子葉類では網の目のように並んだ、こんな形になっています。これを網状脈と呼びます。今回はこの6つの言葉覚えてください。では穴埋めのチェックに入ります。では穴埋めチェックに入ります。ここに数字が書いてあります。この数字の部分は先ほど勉強した言葉が入るんです。で、同じ数字は同じ言葉が入ります。皆さんはどうぞそこに入る言葉を私と一緒に言ってみてください。では始めます。根から吸い上げた水や水に溶けた養分が通る管、これを導管と言います。これに対して葉で作られた栄養分が通る管、これを主管と言います。そして導管と主管、これが束になっている部分、これが維管束です。この維管束を単子葉類と総子葉類で茎の部分で比べてみました。単子葉類、この維管束はバラバラに散らばっていました。それに対して総子葉類、こちらの維管束は輪のように並んでいます。葉にある筋のようなもの、これを葉脈と言います。同じように単子葉類と総子葉類で比べてみると、葉の葉脈、単子葉類は平行に並んだ平行脈、それに対して総子葉類は網の目のようになった網状脈、こうなっていました。もう一度やってみますね。根から吸い上げた水や水に溶けた養分が通る管、これが導管です。葉で作られた栄養分が通る管、これを主管と言います。そして導管と主管、これが束になっている部分、こ
これを異冠則と言います。この異冠則を茎の部分で単子葉類と総子葉類比べてみると、この絵のようになっていました。単子葉類では異冠則がバラバラに散らばっています。それに対して総子葉類は異冠則は輪のように並んだ形、こうなっていました。で、葉にある筋のようなもの、これを葉脈と言いました。同じように単子葉類と総子葉類を比べてみると、単子葉類の葉脈は平行に並んだ平行脈、これに対して総子葉類の葉脈は網の目のような形をした網状脈というものになっていました。ではアルファの部分で簡単な問題を解いてみます。プラスアルファでは5つの質問に答えていきます。この質問の答え、ホワイトボードには書きません。すべて口で言います。これはなぜかというと、この動画を見ている皆さんにもこの質問の答え、スラスラと声に出して言えるようになってほしいからです。この声に出してもし言えたら、その部分は理解している、覚えている、そう気づきますよね。もし答えが出てこなかったら、まだ覚えていないって自分自身で気づくでしょ。これって普段の皆さんの勉強でも使える考え方だと思います。それから口に出すというのは書くことに比べて短時間で何度も繰り返すことができますよね。ですから知識を増やすという部分ではとてもいいトレーニングになる、こう考えているので、ここではボードに答えを書いていきません。この5つの質問の答え、それぞれ言っていきます。3回繰り返しますので、どうぞ皆さんは答えの部分を途中からでいいので私と一緒に言ってみてください。では始めます。1番、銅管とは何ですか。根から吸い上げた水や水に溶けた養分の通る管。2番、歯管とは何ですか。葉でできた栄養分の通る管。3番、銅管と歯管が束になっている部分を何と言いますか。異冠則。4番、単子葉類の葉脈を何と言いますか。平行脈。5番、総子葉類の葉脈を何と言いますか。網状脈。2回目です。1番、銅管とは何ですか。根で吸い上げた水や水に溶けた養分の通る管。2番、歯管とは何ですか。葉でできた栄養分の通る管。3番、銅管と歯管が束になっている部分を何と言いますか。異冠則。4番、単子葉類の葉脈を何と言いますか。平行脈。5番、総子葉類の葉脈を何と言いますか。網状脈。3回目です。1番、銅管とは何ですか。根で吸い上げた水や水に溶けた養分の通る管。2番、歯管とは何ですか。葉でできた栄養分の通る管。3番、銅管と歯管が束になっている部分を何と言いますか。異冠則。4番、単子葉類の葉脈を何と言いますか。平行脈。5番、総子葉類の葉脈を何と言いますか。網状脈。皆さん、口から答えが出てきましたか。今回は単子葉類と総子葉類の茎と葉の作りについてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。